とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はボスラッシュやっていきます。難しい方のボスラッシュやっていきたいと思いますよ。では、装備ですけども、これでいきます。ショート棒、そしてウィザーのアーマー、覆われた怒り、アーティファクトが、羽、キノコ、ドラ、ですね。クリアできるんでしょうか？いきます！では、まず最初は様子見だね。最初は様子見です。とにかく、まず最初は、矢を集めること。それを、重点に置いていきましょう。いないぞ。キャプテンがいるのね。でも、キャプテンはちょっと、取らないかな。キャプテンはなしでいきましょう。さすがにここで、変更点ついちゃうと、無理なんだよな。脅威だったらいいか。脅威は取っていくか。OK。脅威だったら、まあ大丈夫と思います。神秘だったらね、やばかったけども。はい。こんな感じで、進んでいきます。25までありますよ。はい。次、第4ですね。意外ときつい。よし。OK。あ、レベルが上がった。意外と、っていうか、やっぱきついね。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ポーションバリアないとやっぱりダメージがもろに入るってきついな。よし、 OK。 これ気抜いたら今回やばいかも。うん、耐久力はやっぱりね、フルメタルの方が断然高いね。よし、次大釜、大釜ラッシュ。とにかくポーションバリアを張って、どんどん行きましょう。雑魚敵がいっぱいここは出るからね。ポーションバリアの継続は意外と簡単にできますね。はい。OK。まだか。まだいます。OK。いった。よっしゃ、あーすごいのが来た。よし。ここはひどい。よっしゃ、ちょっと離脱しないと無理か。雑魚敵がいないからね。雑魚敵がいないんで、ちょっと離脱していかないと難しそう。 OK。 うわー、ちょっと待て。 OK。 1対1になってしまえばね、もう何とでもなります。12かな、あ、11か。エボーカーだらけですね。ここは余裕。うん、ちょっと場所取りが失敗した時はきつそうだけども、まあ今のところは大丈夫ですね。うん、雑魚敵もむちゃくちゃ出てきてくれるので、すごい戦いやすい。 OK。 問題はね、雑魚があんまり出てこないところよね。雑魚があんまり出てこないところはちょっときついけども、うん、ここの波は全然余裕でクリアできますね。次、あ、なんかすごいな、ジオマンサーか。戦いに行く。ちょっと待って、ジオマンサープラスあれか、村人のオーガオイブ。いや、ちょっと動けない動けない動けない、あぶねえ。ここやりにくいな。やっぱこいつらが来るとノックバックしまくって相当戦いにくいよね。おっしゃ、終わり。まだいるんかい。 OK、 倒した。反対側にもうちょいいるでしょ。これちょっと透明化を使って近づいちゃいましょうか。めんどくさいこいつ、ほんと。あー、ここから行くか。はい、あとお前で終わりだ。あ、まだいた。はいはいはい、まだ来るか。15なんだ。15は、あー、お前たちか。これはちょっと待て待て待て、
OK。見えなくなったりするからね。そこをちょっと注意していかないと。で、あと、トーテムを持っていった方がいい。けど、まあ、いいか。この、毒ダメージで倒せば、いいんだろうね。逃げれるし。毒ダメージで極力倒すようにやっていきましょう。あっぶね。この壁をしっかり使え。あっぶね。21。だいぶ進んできたよ。もうここら辺になるとわけわかんない。もう。とにかくポーションバリアを切らさないようにして、もう戦っていくしかないもん。もうわけがわかんない。もう本当に。オッケー。でもこういうところの方が戦いやすいんだよね。敵が、なんか若干単発で出るようなところよりも、こっちの方が戦いやすい。うん。あ、でも次ぐらいきつそうな気がするぞ。あと大釜がいるか？次がなんかきつい気がする。よし。なんかノックバックのやつがね、やたら出るところがきついのよ。オッケー、あとは倒せるはず。よし、どうや、きたー。ここら辺がきつい。よし、いけるいける。やっば、動けなくなった。これ。いや、でも大丈夫、そう大したダメージじゃない。次か、きついのは次だな。ここはそうでもなさそう。うわー、もう来た。ここはきついだ。間違いなくきついところが来た。やべ、ポーションバリア切れそう。あぶねー。こういう時のためを思って、一応ね、よし、影の武器を取ってたんだ。あ、やばい、死ぬ。やべ、あぶねー。ポーションバリアないと死ぬ。やばい。オッケー。あ、ここ敵が少ないところではあんま使いたくなかったんだけどね。もう仕方ない。よし、 OK。 あとは毒でなんとかしてくれ。影の武竜どこだ。あれじゃないとちょっと厳しいぞ。あった。 OK、 ポーションバリア発動、突貫します。よし、 OK。 いけてる。当たってない。段差で当たってない。よし、倒した。まだか。一発一発がえぐいぐらい痛い。よっしゃ、倒した。あと1体でしょ。よし、 OK。どこだ。 HP バーがあるから本物っていうのは見分けやすい。とりあえずザコをまず倒させて、ザコを倒させてくれ。よし、ザコを倒さないとポーションバリアがね発動しないんで、とにかくザコだまずは。よし、このポーションバリアがマジで重要だからね。 OK。よし、終わりか。次いける？まだ次がね25でラストなんですよね。あ、いた、お前たちか。あ、違う、あっちになんかいるな。あ、大釜がいる。名もなき者のいた。よし、終わりだ。 OK、 ラスト、いきます。うわー、わけわからん。あ、ダメ、これはいかんぞ。これはいかん。あー、ちょっと動けない。やば、動けない。死ぬ。あー、死ぬ。あぶね。ちょっと待て。とりあえずお前を倒す。1体ずつ行こう。1体ずつ。しゃ、あー、見えない。よっしゃ、突貫、
でいい、ちょっとずつでいい、倒していけ。見えなくなるときはね、この壁の後ろあたりに潜んでると大丈夫。よし、オッケーオッケーオッケー、どんどん倒していけてるよ。やっぱり毒ダメージが優秀すぎる。待って、ゴリさんもなんとか倒しときたいね。よし、あ、これ無理かも、これ無理かも。あぶねえ、いける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 。よし、影でなんとか行きましょう。よっしゃー、行けた。え、もう終わりじゃない、ゴリさんで。いや、まだいる、まだいるわ。よし、やばいほど効く。終わり、よっしゃ、倒したかも。これでまだまだビープリーフがいる。あと1体ぐらいなんかいるんじゃない。どこだ、あ、いた、いました、いました。あー、ダメだダメだ、ここダメ。あー、逃げられた。ギャー、いや、なんとかノーミスでクリアしたい。ちょっと待て、なんかアイテムないか。あった、あぶねえ、死ぬとこ死ぬとこ。待て、どこ、お前で終わりだー、クリアー。はい、ということで今日はボスラッシュ難しい方ですね、クリアできました。よかったよかった。やっぱりね、怒りがいい、怒り、毒ダメージでラスボスを倒していくといい感じですね。動きが止まることがないので、結構簡単に行くことができました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。